それでは実際の計算機の内部の仕組みを説明したいと思います。今回はちょっと古いんですけれども、パソコンを1台用意しました。で、このパソコンはサイドパネルを開けて、中を見せたものです。一応正面はこのような形になっております。で、まず、このパソコンの内部ですけれども、ここの辺にその緑色の基板があります。で、この基板はシステムボードとかマザーボードと呼ばれておりまして、コンピューターに必要な、いろいろな機器が据え付けられている基板です。で、真ん中に、こちらに黒いものがあります。で、実はここに、この下にですね、この CPU が収まっております。で、CPU はしばしば熱を大量に発生しますので、この場合もそうですけれども、CPU の上に、ヒートシンクと呼ばれる熱を逃がす機器が付けられておりまして、で、その上にここではそのファンですね、扇風機の役割をしますけれども、ファンが付けられております。大抵の場合は、CPU はこのような形でファンを取り付けて空気冷たい空気で、冷やすわけですけれども、中にはその水冷といって、液体を使ってこう冷やすような機構も存在します。で、その CPU なんですけれども、ここのパソコンに付けられている CPU と同じ形のものを、手前に持ってきました。CPU は実際にはこのぐらいの、大きさ、形をしております。このパソコンに付けられている CPU は正方形です。そして裏面を見ますと、このように、非常にたくさんの数のその小さな、ピンが出ております。で、これがその、システムボード上にの CPU のソケットに取り付けられて、データやが CPU とそれから他の機器の間でやり取りされるということになります。で、次に主記憶装置のメモリですけれども、この CPU の上のですね、ここのスロットに何枚か収まっております。このような形で入っております。それから外部記憶装置のハードディスクですが、この機械ではこちらの、このマウントにですね、収まっておりまして、実際に取り出すことができます。このような形で、そのハードディスクが収まっています。で、そのハードディスクなんですけれども、実はケースを開けて中を見る機会というのはほとんどないわけですけれども、こちらにそのもう一台のハードディスクを持ってきました。で、これはもうすでに使えなくなっている製品なので、実際にこのケースの蓋を開けて、見たいと思います。で、蓋を開けると、このような形になっておりまして、で、実際にですね、そのディスクですので、この金属の、円盤が何枚か中に、入っております。このハードディスクでは、2枚の金属板が内蔵されています。そして、その上にですね、このような、金属板の上をこう走り回る機構があるんですけれども、この腕の先端に磁気ヘッドがついていまして、で、ハードディスクはその磁気で情報を記録しますけれども、この磁気で情報の記録を行ったり読み出しを行ったりします。なお、このハードディスクのディスク本体はですね、非常に頑丈な構造をしておりまして、なかなかそう簡単に壊すことができません。実際に以前、その、この、ハードディスクを廃棄する際に、このディスクの破壊を頑張ったんですけれども、なかなかその、曲がりにくいとかですね、それから穴も開きにくいとか、ということで、その、いわゆる破壊工作をするのに非常に苦労した記憶があります。それからですね、これはパソコン
ですね。据え置き型のパソコンでよく用いられている、直径が3.5インチのディスクを使ったハードディスクなんですけれども、もう一つ、右側に持ってきましたのは、もうちょっと小型のハードディスクですね。厚さも若干薄くなっております。この右側のハードディスクは、主にノートパソコンに使われるものでして、で、ここでは直径が2.5インチの、ディスクが用いられております。で、それから、最近はですね、今、こちらにもう一度、もう一個右に持ってきた製品なんですが、これは、ソリッドステートディスク、SSD と言いまして、外部記憶装置なんですけれども、その半導体を使った、記憶装置が最近はよく使われております。こんなふうに裏側にもですね、メモリが取り付けられておりまして、ただ、主記憶装置のメインメモリと異なるのは、こちらの、SSD のメモリは、電源を切っても、中の情報が保持されるという点で、異なっております。ちなみに、このですね、ハードディスクは、だいぶ昔のものでして、容量が 40GB なんですけれども、右側の SSD の方はもう少し最近のものでして、容量が 256GB あります。ですので、最近のその記憶装置は、容積がだいぶ昔よりも小さくなって、記憶容量も大きくなっていることがわかるかと思います。それから次にですね、もう一つの外部記憶装置として、こちらに挙げますのが、DVD ドライブですね。CD とか DVD のドライブです。これはパソコンの本体に内蔵するような形の、DVD ドライブですけれども、最近ですと、携帯型の製品もあります。で、次に、補助記憶装置で、お目にかけるのは、これですね。今はもう使われることがほぼなくなりましたけども、このフロッピーディスクと呼ばれる、ものです。で、これもディスクというもので、実は中にですね、このシャッターを開けますと中に、こういう黒いものがありますけれども、これがそのプラスチック製の、円盤の形をしております。で、これが直径が3.5インチの、円盤を使っているので、3.5インチのフロッピーディスクと呼ばれて、おりました。それからあと、2つ目、右側に持ってきましたのが、それよりもさらに、大きなサイズの、フロッピーディスクでして、これ右側のものはその直径が5インチのディスクです。ですので、5インチのディスクというふうに呼ばれておりました。で、歴史的にもその5インチの方が古くてですね、あと、これ見てわかるように、この3.5インチのディスクのようなシャッターもなくて、磁気面に直接こう手が触れられそうな形になっております。それからあとは、これは皆さんも現在よく使っていると思いますけども、この USB のメモリスティックですね。で、ちなみに、このフロッピーディスクなんですけれども、容量がどのくらいだったかというと、だいたい 1MB ですね。1GB ではなくて 1MB です。ですので、1GB のだいたい1000分の1ぐらいの容量なわけですね。ですので、皆さんよく使っているその USB のメモリースティックで、1GB のようなもの、もう 1GB はかなり容量、今では小さい方となってしまいましたが、それが実はこの左側の3.5インチのフロッピーディスクでは約1000枚分という、フロッピーで記憶しようとしたら、こう恐ろしい容量だったとなっているということがわかるかと思います。あとはですね、昔はこんなものもありまして、
これは光磁気ディスク、MO と呼ばれるディスクで、した。で、まあ、15年ぐらい前まで使われていたものですけれども、これのディスクの容量がだいたい、230MB で、で、今のようなその USB メモリが普及する前は、その割とその大容量の、まあ、外部記憶媒体として使われておりました。ということで、以上で、まあ、コンピューターの、内部の仕組み、それから、まあ、様々な記憶装置について紹介をいたしました。